こんにちは、トラスト企画阿部ちゃんです。今日はいつものですね、買取者紹介コーナーとは一線を画す内容となっております。今日は日産のコンパクトカーでぜひ遊んでみませんかのコーナーでございます。イエイエイエイ。今日ご紹介するのはですね、こちらもまた買取で入庫したですね、 K11 のマーチでございますね。前回 K12RS 紹介しましたけれども、今回は K11 でございます。なんかね、まあ、僕的には K11 の方が、なんだろう、マーチ界の中ではスポーツの、まあ、イメージは強いかなって思いますよね。マーチカップやってたのって K10 でしたっけ、 K11 もやってたんでしたっけ。ちょっと僕的には詳しくないんですけれど、まあ、日産のコンパクトカーで楽しい車といえばもうね、マーチ一択じゃないですかねと思うんですよ。まあ、昔はね、マーチスーパーターボとかラリー出てた車とかね、あったような感じはすると思うんですけど、今日はですね、こちらのマーチを、まあ、皆さんにお売りできればいいかなと思ってですね、紹介させていただきたいと思います。この車ですね、こうパッと見は、まあ、お買い物仕様な感じなんですけれど、実は走りに関するカスタムが随所にありましてですね、まあ、そんなところも紹介しながら、まあ、もしね、気に入っていただいた方がいたらお売りしたいなと思ってますので、ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いします。まあ、できればですね、この車は皆さんに格安で、まあ、お譲りしたいなと思っております。というのも結構ね、外装は、まあ、しばかれてるって言い方ちょっとおかしいかもしれないですけど、まあまあちゃんと走ってるっていう感じですね。こう見ると飛び石とか、まあ、どこそこありますしね、こっち側のドア付近にはこういう大きいへこみありますけれど、まあ、できればなんかね、これ現状車検もないしナンバーもついてないんですけれど、なんかこう楽しいことに使っていただけたらいいなと思ってます。でね、結構さっきも言った通り、こう一見ノーマルに見えて車外パーツそこそこ入ってるね。そういうところもちょっと紹介していきましょう。まずは外装はノーマルですよね、おそらくね。なんかライトこっち側だけすんげえ黄ばんでますけど、これはもしかして事故歴ありですかね。ちょっと気になりますけれど、まずは足回りですね。足回りはメーカー不明の、車高調ですね、入ってます。ちょっと汚いですけど見えますかね、ちゃんとスプリング入っております。でブレーキパッドもおそらく車外に変わってるのではないかと思いますね。でリアの足回りも、スプリングは変わってるのかな。あ、ショックはニスモって書いてありますね。見えないかな、ニスモって書いてあります。で、車外のですね、マフラー、これはどこのマフラーなんだろうな。あ、トラストですね。マフラーはトラスト、見えますかね、トラストです。これね、結構いい音しますよ。後で音聞いていただきますけど、マーチとは思えない結構な爆音してます。でこのマーチは4ドアですね。まあ、外装はこんな感じです。外装は結構ボロいです正直。まあ、ルーフもちょっとね、さっき見せましたけどサビがあったりして、うん、まあモータースポーツベースとして楽しんでいただける方がいればいいかなと思っております。でね、この車のすごいところは皆さんびっくりしますよ。あれ、もうシートがちょっと違いますね。あっちノーマルシートですね。これは11のノーマルシート。あれ、なんかこっち見覚えのある椅子だな。あれ33 GTR っぽいけど、なんかここのファブリックが違いますね。なんと見てください、じゃじゃん。これさ、
分かる人は分かると思いますけど、これミスも 400R のシートですよ皆さん。これやばくないですか、これつくんだっていう感じ。実物初めて見ました。これ刺繍なんですね、すごい。ニスモ 400R のシートね、えこのシートだけでいくらすんだよって話ですけれど、なぜかこのシートがついているという感じでございます。で室内もね、まあそこまで大きい変更点はないんですけれど、なんか座った感じはやっぱ GTR のシートだなって感じマーチっぽくありません。装備に関しては、カロッツェリアのオーディオ、これは生きてるんでしょうか、どうでしょうか。あ、79.5 聞こえないですね。この辺はちょっとどうなってるんでしょうか。まあそんなファンキーなね内装がついているこちらの11のマーチなんですけれど、走行距離が今85,000km、まあそこまででもないですよね。でこれがテクトムの、スピードメーターですかね、こちらついております。でこちらのマーチですね、エンジン音がすごいいいです。うるさいな、いきますよ、見えるかな。トラストのマフラー泣いております、だいぶいいですね。エンジンはね基本的にノーマルということだったんですけれど、なんとですねこちらのお車、さっき聞いていただいたエグゾストね、分かる通りこれマキシムワークスって書いてあるんですけど、ちょっと不明のタコ足入っておりまして、マフラーのテールピースはトラストで、触媒もレス仕様です。もうモータースポーツどんとこいみたいな、そんな感じの仕様で、タワーバー入ってますね。はい、で車庫帳もさっき言った通り、リアはニスモ、フロントはちょっとメーカー不明です、入っております。エンジン自体はほぼほぼまあノーマルですね。もうこの頃からこのヘッドカバーは樹脂なんですね。エンジン形式は CG13、まあ、1.3 ですね。もうちゃんとツインカムですよ、ツインカム16バルブ。やっぱね4発のエンジンは音がいいですね、デスビだしね。なるほどね、エアクリ関係もノーマルです、こういう感じ。まあ、走行に関するエンジンの不具合は特にないんで、ちょっとねあれ、まあ、特にお伝えすることはないんですけど、これなんとミッションがですね、軽点のマーチのクロスミッションが入っているらしいです。ちょっとね乗ってみないとわからないっていうところはあるんですけれど、一回ミッションはやってあると言ったところですね。であとアルファホーン入っております、定番ホーン、いい感じですね。事故歴とかもないんじゃないかな。なぜかライトこっちだけすごい綺麗で、向こうはすごい黄ばんでますけど、そこはちょっと理由は不明でございます。はい、ということで紹介してまいりました、こちらの K11 のマーチ、走行距離85,000km、現状車検はありません。ちなみに皆さんだったらいくらで欲しいですか、逆にいくらだったら欲しいですかっていうね車両になります。ただね、あの乗ってすごく楽しい車なので、ぜひねあのなんかこれベースであのサーキットで楽しみたいとか、まあちょっとね手を加えれば車検も通ると思うんで、あの行動でねコンパクト、日産コンパクトで楽しみたいという方はぜひお問い合わせいただければと思うんですけど、いくらだったら欲しいですか、逆にちょっと皆さんコメントいただいてですね、コメントベースでちょっとお値段の方を考えさせていただければなーなんて思っております。できればね乗りたいんですけど、公道これ走れないのでちょっとね残念なところはありますが、
乗ってすごい楽しい車なんで、ぜひ皆さんお問い合わせの方お待ちしております。じゃあまた次の紹介でお会いしましょう。ありがとうございました。